はい、今回はなぜ NPO 法人が詐欺師扱いされるのかというケースです。まあ、詐欺師扱いというと言い過ぎかもしれませんけども、 NPO っていうのは、まあ、善意の殻をかぶった、まあ、たかりだという、ね、意見もあるんですよね。私の個人的な考えを言わせていただければ、 NPO という冠がついてるそのスタート地点からもうあんまり話したくないんですよもう本当にいなくなればいいのになと思ってます。これは私の個人的な意見ですよ。でもそう思ってるんだからしょうがないです。で、私の考えが違うよってことでしたら、そう違う、ね、意見をいただいて私の考えをちょっと変えてほしいと思うんですよ。私も非常に強い偏見を持っています、あの NPO ってものに感じました。もともと私もですね、 NPO を設立したくて頑張ってた時期はあるんですけども、考えたのは、あの NPO ってもので優遇措置を得ないとできない活動っていうのは確かに一部あるのかもしれませんけども、でも単純にですね、自分の事業を成功させて自分の得た利益と自分のこう作った自由度で NPO みたいなことを勝手にやればいいと思うんですよね。私は今はそういうふうにやってる方向に向かう方が出てきていってもいいんではないかなと思うんですよ。その NPO ってものが私めった打ちにするつもりはないんですよ。めった打ちにするつもりはないんですけども、わざわざ NPO っていう肩書きを名刺を交換するためにの出してくるのにはすごくね、気持ち悪さを感じますよね。で、それはこっそりと NPO をやって、で活動が素晴らしかったら、それは人もお金も情報も集まってくるって話なんですけども、 NPO って看板がなければ活動できないのって何なのってまず思っちゃうんですよね。それこそ私は情報商材を売っていた時期があります。情報商材ってものをまさにね、情報商材屋さんっていう風に揶揄されながらやってきましたけども、私は情報商材を作って販売することが多くの人を助けることになると思ってましたんでやってました。そしてどっからも補助金が降りてこない事業です。当たり前ですけどね、誰からも保護されません。攻撃されることはされます。足を引っ張られることは引っ張られます。でもきちんと自分の足跡を残すことがなぜできたかというと、多分多くの方に、その商品を受け取っていただいて、結果でですね、例えば借金から立ち直ったりとかお金を増やしたりっていうところができたからだと思うんですよ。で、私は今振り返ってみると、これを NPO でできたら本当にいいんじゃないかなっていうふうに考えて、スタートラインは NPO でできたらなと思ったんですよ。まあいろいろとね、ちょっとわけわかんない言葉になっちゃいましたけども、 NPO の本当にね、素晴らしい志でするんだったら、まず NPO でやるんじゃなくて、自力で自分で作ったお金で誰かの役に立つことをやっていって、結果的に NPO になっていく形を取っていってもいいんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、NPO の方も、一生懸命やられてる方いると思うんです。不本意だって感じる方もいると思うんですけども、私が NPO さんに対して悪いイメージを持ってるってことはどういうことかっていうと、 NPO をやってる人がそう見られてるってことだとも受け止めてもらいたいんですよ。で、私が情報商材を販売した頃、情報商材のイメージってのは悪いなっていうのは、情報商材を販売してる人のまさに活動を見てそういうふうに評価されてるからだと思うんですよね。同じだと思うんですよ。だからね、私たちは本当に非常に先入観で生きてるところがあります。だからどんな先入観を持たれてるかっていうことを覚悟しながら謙虚にやっていく姿勢が必要なんではないかなと思うんですよね。もちろん NPO の方が謙虚にやってないみたいなことを言うつもりはありませんし、そういうところいちいち上げ足を取ってもらいたくないんですけども、少なくとも私の目から見て NPO の人はちょっとね、自分で何かね、相当な努力に見合った結果を得てるわけではないなと思います。本当に努力に合った見合ったものをやってるっていうんだったら、別にNPO って肩書きもいらないし、 NPO の優遇措置も使わずにできると思うんですよ。それが事業だと思いますんでね、世の中に必要とされているものは支持されて、必要とされてないものは支持されないということだと思うんですよね。で、強制的に支持させるって形が NPO であり、なんとか法人だったり、ね、中間団体ではないかなと思うんですけどもね、なんかこれは偏見に満ちてると思いますので、この動画はね、多くの方に不快を与えたかもしれません。でも私もこの久保哲郎は不快なことも言うんだなという先入観を多くの方に持たせるというリスクも生じて、正直にお話しさせていただきました。これはなぜかというと、私はどこにも属してないから本音が語れるってところの一部でもあると思うんですよ。はい、攻撃を受けることは覚悟しております。ただやっぱり私は思います、 NPO っていう肩書きがないと勝負できないような、そんな戦い方は私はしないかなと。してる人は批判しません。してる人はどうぞしてください。ただ私との接点は限りなくできなくなると思います。NPO という肩書きをつくと。はい。だからね、NPO なんですっていうふうに、あまり自慢げに持ってくる人ね、今まで何人かいたと思いますけど、私がどういうふうに思ってるかってこと、これで分かったと思います。なかなか面と向かって言えませんでしたので、この場を借りてお話しさせていただきました。たくさん知ってますので、その方たちが受け取ると、はい、失礼します。